魔女だと思うんです、まあ、まさにまさに見た方がきっとそれぞれの角野さんから何かありました、感化されて、ね、ちょっと私も明日からそろそろですね、あの次は宮川さんご本人についていろいろお聞きしていきたいと思うんですけれども、はい、宮川さんのこれまでの経歴とか携わった番組とか思い出とかそういったことをちょっと教えていただけますでしょうか。はい、うん、できそうですね、まあ、映画に関連して言うと、私あの子供時代は ものすごい文学少女だったんですよね。あの図書館中の本を読んじゃうくらい、まあ、といっても推理小説とかが多かったんですけど、うん、シャーロック・ホームズ全集、ルパン全集、最初入りますよね、みたいな最初分かります、全部読んでてみたいな感じだったので、それであの今回やっぱり角野さんもその映画を作るにあたって、やっぱりあの繰り返し繰り返し角野作品を手に取って、あのじゃあどこを朗読しようかとかね、あのこんなエピソードがあるのかだったらこんなことちょっと聞いてみようかなとか、そういうことができたのはなんか元文学少女にとってはやっぱすごく楽しい時間だったですね。なんか私文学好きだったっていうのをちょっと最初にこう思い出してというか、でも実際その魔女の宅急便ってこのカラフルな魔女の中にかなりフィーチャーされてる、あ、まあ、それが、まあ、あのほぼその入り口にあると思うんですけれども、きっかけってでも娘さんが、あ、子供時代魔女の宅急便はなかったので、あの娘が小学校の時にすごくこうあの6冊シリーズをなんか愛読しているのは知ってたんですけれども、まあ、でも今回その角野さんの番組作るってなった時になんか角野さんに出ていただくんだよみたいな話をしたら、あのやっぱりあの魔女の宅急便がなかったら自分はその思春期をね、うん、うまく乗り切れなかったかもしれないなみたいなことを言い出してちょっとびっくりしたんですよ。やっぱなんかその、まあ、大人への入り口じゃないですか、思春期で、まあ、いろいろ友達関係とかね、まあ、自分のことでもモヤモヤ悩む時期だけど、なんかその時にこうちょっとなんかあるとこう精神安定剤みたいに魔女の宅急便のなんか好きなエピソードをこう読み返したりして、なんかこう慰められてたっていうかこう落ち着きを取り戻したりしてたらしいんだよね。いや、 やっぱりそういう作品なのかと思って、うんうん、まあ、初めて読んだわけなんですけど、うん、まあ、やっぱりこれはあの世界文学だなっていうか、うん、あの国際アンデルシェン賞を取るだけあるなっていうのはやっぱり思って、うん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 、4年間番組作る過程で何度も何度も手に取って読み返しましたけど、うん、本当にその都度、うん、あれこんなエピソードあったっけとか、やっぱ読むときによってあのことその心に響いてくる言葉が違ったりとか、確かにそれはね、何度読み返してもあの素晴らしいなと思いましたね。なんか魔女の宅急便って私一冊だけ読んでて、はいはい、それはあのジブリの、はいはいはい、やっぱ魔女の宅急便がこう我々世代にはもう本当絶大な、もうそれこそ思春期の時に、まあ、その前ですかね、見る作品としてはもうすごい知名度があって、でやっぱあの読むというのがあるんですけれども、ちょっとその後にこれ6作ちゃんと読むっていうのがやっちょっと、あ、なんですよね、私やってなくって、はい、でもうこれを機にちょっと読まなければというふうに、あの2巻以降がむしろ素晴らしいんですよ。んなんか映画を見てると、はい、そのキキがお母さんになっていくっていうふうに、はい、あのおっしゃってて、あのその先がもうじゃジブリのキキちゃんのあのその後がもうずっと永遠と描かれているわけですよね、はい、そうですね。それでやっぱりそのなんかエピソードの中にもやっぱりなんかこうね、死とか老いとかね、あの角野さん50歳以降に書き継がれていった作品なので、実は児童文学なんだけどそういうこともやっぱりこう随所に顔を出すんですよね。やっぱすごく深い作品だと思います。本当にキキはお母さんになって子供を産んで、で、まあ、自分たちの子供を見てっていう、はい、で双子のね、男の子と女の子なんですね。で男の子は魔女になれない。あ、なるほど、確かにそのアイデンティティに悩んだりするわけなんですよ。それはすごい興味深いですね。だから本当にあの2巻以降こそ魔女の宅急便読んでいただきたいと、あの娘に言わせればジブリアニメしか見てない人に魔女の宅急便ファンですとか言ってほしくないっていう、なるほどジブリアニメも素晴らしいと思いますけど、あのぜひ作品を読んでいただきたいですね。なるほどなるほど、そこからがあの入り口だよってことですよね。本当にそれは大人の方にも子供の方にも。
まあ、ちょっとまたあの元に戻って皆さんのプロフィールだったんですけどすいません、はいはい、それで私は文学少女だったんですけれども、うんうんうん、大学に入って映画に目覚めなんですよね、うん、でそれは私徳島出身なんで、うんうんうん、映画館もあんまないし、うん、そんなに大した映画を上映してなかったんですよ、うん、それでなんかこうハリウッドの青春映画みたいなのとかを見に行って、うん、まあ、こんなもんかと映画というのはっていうぐらいに思っていて、うん、東京に来たらなんかこんなに映画って素晴らしいものなのかみたいなことになって、それでもう本当に、ね、毎年200本ぐらい、でしかも映画館で見るって決めて、もうバイト代も全部映画につぎ込みみたいな感じで、当時ミニシアターとかがいっぱいあった時代ですよね。はいはいはい、そうですね、銀座の並木座でこんな柱が邪魔なのこうやって見てたりとか、うん、ありましたね、はい、見たかオスカーにゴダール3本立てとか見に行って死にそうになったりとかあれでも学生だからできる技ですよね。本当ですよね、それできないですよね、今やろうとしても、ね、もう体力的にもっていうのもあるけど、あとまあ入れ替え制じゃなかったですもんね。そうですね、昔ね3本立てなんか見せてくれてたわけですもんね。そうですよね、永遠にね、でも朝入ってずっといることもできたんですね。いることもできたし、本当にだからなんかそれで見まくってたんですよね。はい、だからそれでなんか就職するときも、だから実は文学少女だったんで、出版社かあるいはなんかでその教養書みたいのをやりたいなみたいなのを思っていて、実はテレビって NHK しか受けてなくて一発合格、まあ、教養番組みたいのもあるしなって受けた感じだったんですけど、でもなんかまあいろいろこう どっちにしようとかなんか迷い始めて、でその時にある NHK のその女性の先輩が迷ってんのとか言って、どっちもヤクザの商売ですけどこの仕事は一回やったらやめられませんよニコって言われてなんかそれで、ね、そうかみたいな感じで NHK に入っちゃったんですよね。でも私テレビはだから全然見てなくて、正直、あ、そうなんですね、英語ばっかり見てたので、じゃあいきなりテレビっていう感じだったんですよ。大変でした、まあ、大変っていうか、まあ、うん、まあ、でも NHK って何でもとりあえず一通り全部経験させるみたいな、高校野球の中継もやるし、選挙中継もやるし、のど自慢もやるし、もちろんドキュメンタリーもやるしみたいな、何でもやるんですよね。なるほど。でもそこでまあやっぱり生放送って面白いなとか、ドキュメンタリーってものすごく難しいけど面白いなとか、まあ、そういう、まあ、結局一回やったらやめられなくて先輩の言い方みたいな感じかもしれないです。特にその企画担当された番組などからのイメージなんですけれども、はい、まあ、宮川さんご自身もすごく好奇心旺盛な方っていうふうに角野さんと同じようにのそういう印象がありましてですね、はい、代表作というか代表される番組としてスイッチインタビュー達人たちなど、面白い対談企画などを企画されていると思うんですけれども、人間を掘り下げるという部分で、作り手として被写体に対してどんなアプローチをされているんでしょうか。なんかなかなか一言で難しいんですけど、でもなんだろうな、ずっとこの仕事やってきてこうインタビューって本当に難しくて奥が深くて面白いなっていうのはずっと思ってたんですよね。で自分の撮ってきた映像を編集するとき見るわけですけど、もうなんか用意していた質問を こなすのに精一杯で、せっかくいいこと言ってくれてるのに全然それをスルーしてなんかその自分の質問してたりとか、お前何を聞いてんだって自分にこう石を投げたくなるようなことがずっとあったりして、で、まあ、だからインタビューって本当に難しくて奥が深くて面白いなっていうのが、まあ、一方にはあったんですよね。それでスイッチインタビューを立ち上げる前に実は爆笑問題さんと、はいはい、爆笑問題の日本の教育って番組やってて、それもやっぱりすごく大きな転機になったっていうか、爆笑さんたちって打ち合わせを一切やらない、やりたくないですよね。それで、まあ、大学の先生を訪ねていってそれこそ対談みたいなことするんだけど、
あの聞きたくないと、その情報を。だから打ち合わせってもう1分みたいな、あの一応今日会うのはこう物理学の先生ですみたいな、で実験室ちょっと見てもらってその後対談しますみたいな、もう段取りとかしか言わないんですよ。でそれは、要は、うん、あの何が起きるかとか、その先生が何を喋るかってことを知っていて、そこに行ってリアクションするっていうのは演技になっちゃうからなんですよね。こういう実験を見せてくださってこうなっちゃいますみたいなことを知ってたら、そこでわーとか言うのはあの演技じゃないですか。だから知りたくないし必要ないっていう。それでディレクターがうっかりあのなんか入り口付近に学生さんたちがいっぱいいるんで、あのいじってくださいみたいなことを言うと、死んでもいじらないんですよ。もういじってくれた方がいいシチュエーションでも絶対にいじらないんですよ。もう無視なんですね。でそれを見て、あの私たちの仕事っていうのはそのいじりたくなるようなシチュエーションを用意しておくことであって、いじってくださいなんていう芸人さん相手にですよ、うんうんうん、そういう失礼な指示をすることではないんだなっていうことが分かったんですよね。なるほど。で、まあ、私も NHK よく打ち合わせが多いとかよくこう言われるんですけど、あのみっちり台本書いてみっちり打ち合わせしてみたいなことをやってきたんですけど、あの本来それは必要ないんじゃないかと。で、あの実際下取材で聞いたお話が一番面白くて、確かカメラを回し始めるとなんかその時からするとすごいテンションが下がってるとか、うん、あれあの時聞いた話の方が面白かったけどなとかっていうの結構あるんですよね。でやっぱりそれはあのたとえ喋る相手が違うとしても人間って同じ話をあのなんか近い感覚でやると話の鮮度が落ちちゃうんだなっていう、のをすごい思ったんですよ。それでそのスイッチインタビューというのを立ち上げるときに、あの、まあ、それ番組の開発っていうのをやったわけなんですけど、まあ、そういういろんな問題意識が自分の中にあって、でだったら達人同士でインタビューし合いっこしてもらったらいいんじゃないかっていう、いうのが一つと、まあ、やっぱりあのこれはトークドキュメントですっていうことを必ず言って、あのだから事前に、楽屋に挨拶に行くとか、あの打ち合わせをするとか全部やめましょうと。なるほど。もうある人が入っていて、誰かと初めて会うと、その時にちょっとこうもじもじしているのか、こうね、どうやって挨拶してどうやって2人が距離を縮めていくのかっていうのを全部ドキュメントしてくださいと。で台本いりませんと。台本一切ないだってそれで話してくださいみたいのって、もう達人同士が喋ってんのに邪魔なんですよね、そんな話って。なるほど。だから万が一なんか話が弾まなかった時に、あるいはまあもういいんじゃないとかなった時に、こう燃料としてくべるようなこう質問を考えましょうと、この話どうですかみたいな、だからあの今プロデューサーとしてディレクターさんと仕事をしている時でも、あのインタビューの答えを書かないでいいと、その事前の構成に。でそれは角野さんもおっしゃったんですけど、あのその記者さんの方に答えがあって、それを言わせよう言わせようとされるインタビューは苦痛なのよねっておっしゃってたんですね。確かに、その答えを決めてそれを何とかして聞こうっていうと、絶対なんかこう不自然な質問とかになっちゃうじゃないですか。そうじゃなくて、あのこれを聞きたいっていう問いがあれば、その答えがどうであっても、あのちゃんとそれを受け止められるし、で自分が思ってたものじゃない方が面白いわけですよね、その想定外であればあるほど。確かに。っていうライブ感というか、試合というか、そうですよね。なんかちゃんと思いもかけない答えが来た、それを聞いて、自然に出てくる疑問をぶつければいいわけだから、っていうことを、まあ、今もあの現場でも言ってるんですけど、まあ、だからもし門野さんがそんなに上手にじゃあできるわけじゃないですけど、今でもインタビューが、でもあの4年間この番組というか、その撮影が続いてきたとしたら、まあ、私もその映像を見ていて、昔よりはインタビューマシになったなと思いますし、そのすごいいいこと言ってくれてるのに聞いてなくて違う話するとかいうのは、そこでこれを聞けっていうふうにその時思うことを、まあ聞けるようになったかなとは思うし、
まあ、だからあのインタビューも受けてくださったのかなとは思うんですね。なんか確かに作り物感はまあ映画の中にも一切なくて、うん、自然にスルスルこうあの言葉が角野さんから出てる感じしましたよね。こう次こっち行ってあっち行ってみたいな感じ、うん、キャッチボールがね、うん、まあ、だからあえて私たちの質問の声とかリアクションももう映画でも使っちゃおうって言って使ってるんですけど、うん、あのテレビ局に入って教えられることにあのインタビューの間にそのお前のディレクターの声がね入ると鬱陶しいから、うん、あの喋るなっていうか、はいはいはい、はいはいはいとかそのうんとか言うなって教えられるんですよ。あ、そうなんですね。でお前カメラの横にいてこうってこううなずきでねその表現しろって言われてそれが癖になってるから角野さん あのお家に行ってインタビュー始めた時も最初はそうやってたんですね。そしたら角野さんがねその何そのそういう不自然なんか何にも言わないでとか言って何やってんのみたいなそういう感じになっちゃうのでもう素直にあの話なんかこうそのなんていうのかなこう会話をすればいいかなって思ってそれでなんか結構ふんとか変とか言ってるんですよねいやでも私もそのドキュメンタリー見てて、はい、そのまあねネットフリックスとかよく見たりとかも NHK さんも見たりとかするんですけれども、はい、ちょっとこうディレクターの方とかあのこう撮ってる人の声が入ってきたりとかちょっと気になっちゃってあの、うん、思い余って質問しちゃったみたいな瞬間結構楽しいですよね。リアルなね、うん、あれはありますよね、うん、でも、まあ、常にふーんとか方法とか言ってるとうっとうしいですけど私も最初 のそうですね、最初の会社に入った頃そういうねあのなんで相槌打ってるんだって声が入ってるだろう編集の邪魔になるだろうみたいなね切りたいけどお前がふんふん言ってるからなんか切れないだろうとか言われました。本当同じこと私言われちょっと思い出しますそういえばみたいな。そうなんですよ。でもまあ、うん、今回は ある程度自然体で臨もうということで、だから私たちの声も結構入ってるんですよね。そのカメラマンが話しかけてるとかね。あ、なんかその空気感がまたなんかこういいんですよね。そのもうお友達感というかちょっとそんな角野さんと一緒に鎌倉散歩してる感じがしましたもんね。この小道いいでしょって言っていいなみたいな。まあ、それいろんな、ね、あの方法論をお持ちの方がいてそんなのはドキュメンタリーじゃないとか言われるかもしれないんですけど、まあはい、でも今回に関してはそれでいいんじゃないかなと思ったっていう、うん、なんでこうなってねとか言ってなんか角野さんなんかあっちに行ってしまっています。